デルモン・ヤング、デルモン・ダ・マルカス、ヤング、デルマン・デ・マーカス・ヤング、1985年9月14日帯は、アメリカ合衆国アラバマ州、モンゴメリー出身のプロ野球選手、外野手。2018年現在は、メキシュカンリーグのプエブラ・パロッツに所属。実刑は、同じく現プロ野球選手のドミトリー・ヤング。父のラリー・ヤングは、 アフリカ系アメリカ人最初の F-14、戦闘機操縦士の一人で、現在はデルタ航空でパイロットをしている。の、MLB ドラフト一巡目、全体一位で、タンパベイデビルレイズから指名され、9月8日に総額625万ドルの5年契約を結んだ。3月11日に A 級チャールストンリバードックスへ移動。 A 級では131試合に出場し、打率320、本類二25本、打点116の好成績を記録した。3月16日に A 級、モンゴメリービスケッツへ移動し、A 級で開幕を迎えた。84試合に出場し、20本類七打71打点25盗塁、打率336と活躍。7月に、 トリプル A 級ダーラムブルズへ昇格した。トリプル A 級では6本塁打28打点7、盗塁打率285だった。オフにベースボールアメリカが選出するマイナーリーグの最優秀選手に選ばれた。3月16日にトリプル A 級ダーラムへ移動し、トリプル A 級で開幕を迎えたが、4月26日に行われたポータケットレッドソックス戦で、 球進の三振判定に不服を述べ、バッターボックスに居座ったため、退場宣告を受けるが、帰り際に投げつけたバットが、球進に命中する。幸い急進に怪我はなかった。翌日ヤングは代理人を通じて謝罪し、当てるつもりはなかったとも伝えたが、インターナショナルリーグから50試合の無急出場停止処分を受ける。処分に対して、不服申し立てをする選択肢もあったがせず、 最低に服した。トリプル A 級では86試合に出場し、8本類が59打点22盗塁、打率316だった。8月28日にジョニー・ゴムスが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格し、8月29日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。8番右翼として先発起用され、初打席は死休だったが、 6回表1死1塁の場面で迎えた3打席目にフレディガルシアからメジャー初打初本塁打となる2点本塁打を放った。この日は3打数にあんだ1本塁打2打点1支給だった。その後はゴームスが手術で長期離脱したこともありシーズン終盤まで右翼手として先発に固定されこの年は30試合に出場3本塁打10打点に盗塁 ダリズ、317だった。は前年まで西武抑止だったデーモン・ホリンズが対談したため、西武抑止に抜擢。全162試合に出場し、13本類ら93打点10盗塁、ダリズ、288だった。しかし警殺打は、リーグ最多の23本を記録した。新人王投票では、ダスティン・ペドロやニツグニーだった。 2007年11月28日に、マットガーザ、ジェイソン・バートレット、エディモーラントのトレードで、ブレンダン・ハリス、ジェイソン・プライディと共にミネソタツインズへ移籍した。は前年まで、指名打者として出場していたジェイソン・タイナーが移籍し、左翼手のジェイソン・クベルが、指名打者として起用されたため、ギャングは左翼手に転向した。この年は152試合に出場し、 10本類が69打点14盗塁打率290だった。2月12日にツインズと115万ドル2000ドルの1年契約に合意。この年は響きリスト入りなど欠場が増え108試合の出場にとどまり12本類が60打点2盗塁打率284だった。1月19日に ツインズと260万ドルの1年契約に合意。この年は153試合に出場し、自己最高となる21本類打112打点、打率284を記録。2月16日にツインズと537万5万五千ドルの1年契約に合意。開幕後は16試合に出場していたが、4月27日に、 強格の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月13日に復帰したが、6月25日に右足首の故障で再び15日間の故障者リスト入りした。7月10日に復帰。ツインズでは84試合に出場し、4本塁打32打点1盗塁、打率266だった。2011年8月15日にコール・ネルソン。 後日発表選手とのトレードでデトロイトタイガースへ移籍。移籍後は、制裁翼種のブレナン・ボッシュが故障で離脱していたため、左翼の定位置を獲得。タイガースでは40試合に出場し、8本塁打32打点、打率、274だった。1月17日に、タイガースと672万5000ドルの1年契約に合意。 開幕前に指名打者のビクター・マルティネスが故障で長期離脱することが決まり、開幕後は指名打者検査抑止として起用された。4月26日にニューヨークヤンキース戦のため、ニューヨーク州マンハッタンのヒルトンホテルへ移動したが、4月27日の早朝にホテル前で悪質な嫌がらせを行ったとして逮捕され、同日の夕方に保釈金5000ドルを支払い保釈が許可された。 4月28日にタイガースはヤングの制限リスト入りを決定し4月30日に MLB 機構から7試合の出場停止処分を受けた5月4日に制限リストから外れた5月29日に事実審理前の証言録種のためマンハッタンの裁判所に出廷同日のボストンレトソックス戦には出場しているこの年は151試合に出場し 18本類だ74打点、打率、267だった。プレーオフのロースターにも加わり、ヤンキースとのアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズではに、本塁打6打点、打率35、353を記録し、シリーズ MVP を獲得。オフの10月29日に FA となった。ヤングは再契約を望んでいたが、タイガースはドラフト指名権を重要視し、 1330万ドルのクオリファイングオファーを提示せず、デイブ・ドンブロースキー GM も、来期はビクター・マルティネスが故障から復帰するため、ギャングが指名打者として出場することは厳しいと話している。11月7日の裁判で有罪判決となり、ニューヨークのミュージアム・オブ・トレランスで10日間の社会報酬を命じられた。11月10日に右足首の手術を受けた。 1>, 1月22日にフィラデルフィア・フィリーズと75万ドル、出来高の1年契約を結んだ。犯罪行為や過去の素行不良などが影響し、前年の年俸から600万5000ドル減の契約となった。フィリーズの外野手は、メジャー4年目のドモニク・ブラウン、同じく4年目のベン・リビア、5年目のジョン・メーベリー・ジュニアと、比較的若い選手が在籍しており、ルーベン・アマロ・ジュニア GM は、 経験が豊富なデルモンが外野の競争に加わることで経験の浅い選手に良い影響を与えるだろうと話している。前年11月に行った右足首の手術後はスプリングトレーニングには間に合うと予想されていたが、スプリングトレーニング前にギャングは右足首の調子は良いが私は医者ではないので開幕に間に合うかはわからないと話し、結局スプリングトレーニングには参加せず、 3月27日に15日間の故障者リスト入りした。リハビリで A 級クリアウォータースレッシャーズに移動し3試合に出場後、4月24日にトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。4月30日に故障者リストから復帰し、同日のクリーブランドインディアンス戦で移籍後初打席にザック・マカリスターから本塁打を放つなど、好調なスタートを切った。 その後は主にク種や指名打者として起用されていたが、80試合の出場で8本塁打31打点、打率261と落ち込み、8月9日にリーフとなり、8月14日にヤングがマイナー契約を拒否したため放出された。2013年8月22日にフルス・レイズとマイナー契約を結んだ。移籍後は A 級、 モンゴメリービスケッツで7試合に出場し、1本塁打3打点、打率、233だった。9月1日に、レイズとメジャー契約を結んだ。昇格後は主に指名打者や代打として起用され、23試合に出場。3本塁打7打点、打率、258だった。オフの10月31日に、FA となった。FA 前に、ヤングは、 チームのオフシーズンの計画はわからないが、来年もレーズに戻りたいと話していたが、レーズは当時外野手がロースターに5人在籍しており、一類種のバックアップを必要としていたため、構想外となった。1月13日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。メジャーへ昇格した際は100万ドルでき高75万ドルの契約となる。 スプリングトレーニングでは17試合の出場で1本塁打5打点、打率298と結果を残し3月30日にオリオールズとメジャー契約を結んだ開幕後は主に指名打者として起用されたがオリオールズには指名打者検査抑手のネルソン・クルーズが在籍していたため83試合の出場にとどまり7本塁打30打点に投塁、打率 302だった。オフの10月30日に FA となった。1月9日にオリオールズと225万ドル出来高の1年契約で再契約した。7月1日に DF となり、9日に自由契約となる。2015年オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー10月10日にオーストラリアンベースボールリーグに参加し。 メルボル運営シズに所属することになった。は、メキシュカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約するが、4月18日に解雇となる。7月3日に、プエブラ・パロッツと契約。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。